こんにちは、ナノヨークのべきです。後ろがすごく今重い状態で、レザーで切るいいところは、資材と違ってレザーで切るときはベースで切った長さの、ここはあまり長さを切ってしっかり整えるというよりは、細かく出ている毛先を少し落として全体の量感が均一になるようなイメージで取っていきます。このセンターはやっぱりこう毛を動かしたときに、こうやっぱり前髪の内側っていうのはすごく生え癖が強かったりとか、こう顔周りを動かした時にね、顔にこうかかる毛を作っていくわけなんですけど、全部ここから切り込んでしまうと、でこの前髪から落ちてくるトップの毛だけを、まあ、いつもやっぱりボブで仕巻きをしている人も多いと思うんですが、そこでやっぱり顔周りに、ね、外巻きを入れる提案をしてあげると、まあ顔周りにツヤ感と全体的にはドライの質感で少しこう奥行きになる、ね、顔周りに外羽を入れたことによって、ちょっとこう耳にかけた時の耳後ろの羽感だったりとか、ベートを上げられてすごく小顔効果もあると思うので、やっぱり、ね、シンプルなワンレングスのボブなんですが、やっぱりレザーを使うことによって、またね違った質感に仕上げられると思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。